レック受講生の皆様、こんにちは。龍華国際特許事務所の龍華明宏です。頑張ってますか？2月の18日と19日に丸2日間にわたってここ新宿 L タワーの30階でセミナーを行います。世界10カ国14名の弁護士・弁理士が集まり、例えば国際出願の明細書をどのように書くべきか、そして各国の審査をどのような順序で進めるべきかといったようなことについて講演させていただきます。国際出願の明細書を書くときには各国の要件を考えなければならないんですけれども、例えば米国にとってのベストな明細書は欧州にとってベストではありません。だから各国の異なる要件、相対立する要件を比較考慮しながら、では国際出願の明細書をどうすべきかということについて複数の弁護士から共同した提案が必要です。審査の順序についても同じです。例えばカナダや東南アジアでは一カ国での特許を得た後で審査を受けることによって簡単に特許を得ることができますが、しかしその後に強い文献が発見されてしまうとそれらの特許は無効になってしまうかもしれない。だから審査の順序は特許の有効性や権利を取るためのコストにすごく大きな影響を与えます。今勉強中の皆様にとっては将来に弁理士になった後で皆様がどのように活躍し情報発信されていくかと、そういったご自身のイメージを作っていただくためにもお役に立てるのではないかなと考えています。もしご都合がありましたらどうぞご参加ください。お会いするのを楽しみにしています。